にかかっていった、浮き下ろすキック、冬木が止める、冬木が止める、スクップに入るが、体幹がスクップそうになった。三沢光晴27歳、虎の仮面を脱いだ男が鋭い牙を向いて、今野生のチャレンジャーとなる。同じになりますね。さあ、三沢が張り手です。あっていった。連発です。そう、左右で円盤か。フラフラに。三沢。すごい競争。さあ、立ち上がる。魂の交代。ラリアットとエルボーの試合です。王道を守るか。入った。後ろから決定。三沢が鬼の表情で立ち上がった。これはどうするんだ。時間が止まった。第11代